こんにちは、ザワッチです。大変長らくお待たせいたしました。第4回キッズ YouTuber の動画を見て勉強しよう。いやいや、待たせたね、待たせたね。申し訳ない、申し訳ない。今日もしっかりと勉強していきたいと思います。昔はね、このシリーズの動画出したら、お前もキッズやないかいとか言われてましたけど、僕もう20歳ですか？もう20歳になっちゃいましたからね。もうコメント欄に、お前もキッズやないかいなんて書けねえからね、お前らマジで。なのでこれからは、お前も精神年齢はキッズやないかいとコメント欄に書いてください。ということで早速見ていきましょう。皆さんからね、たくさんコメントいただいてるのでね、ちょっとずつ紹介していきましょう。雑草宇宙。これですね、雑草宇宙。新年早々汚い動画ですみません。いいですね、僕も汚い動画大好きなんで見てみますか。え、これ大丈夫？ねえ、これ大丈夫？ねえ、これあかんくね？ねえ、え、これダッソー宇宙のあのポイピーって押せば見れますので、よろしくお願いします。同じくだりを何回も繰り返すことによって生まれる面白さがあるのかもしれないです。中二病 YouTuber ゆきと、五寸杭から棒手裏剣作ってみた。かっこよさそう。社会の窓からこんにちは、ゆきとです。はい、ということで今日もですね、また武器作りの方やっていきたいと思います。今回作る武器、この五寸釘の方で、原材料として作っていくんですが、その五寸釘の方改造してね、棒手裏剣の方作っていきたいと思います。実はですね、手裏剣って大きく分けて2つの種類に分かれていて、もうできたの？すごいね。はい、というわけですね、無事完成したというわけですね、こちらの棒手裏剣の方投げていきたいと思います。おー、いった！エンディングがいい曲でしたね。コータコータ、みんなよくこんなん見つけてくるね、ほんとに。4年前だってさ、すげえ。コーラメンテスでやばいことになった。こんにちは、こんばんは、リンです。今日は、ゲームとかいつもやってるけど、このコータじゃないのか。コカ・コーラとグレープのメントスかな。それを入れるだけの動画です。あ、知るか。あああ、できた、できた。全部入れる。びっくりした。ビビりすぎ。なるほどね。やっぱオーバーリアクションが大事なのか。1個目入れまーす。次2個目。あ最悪だやばい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 。やばい。1個目からやばいやん。ああ、捨てろ。ああ、やばい。やべえ。ほんまにやべえ。マジやべえ。自己責任でどうぞ。で、こうして、おすげえ、後片付けがちゃんとできてる。素晴らしい。じゃあな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、レジェン。エントスポールロケットで自爆した。高いとこから落とせばよかったんだ、メントスコーラロケット。ありがとう、たくやチャンネル。君はとても大事なことを教えてくれた。ユンチョン TV 初めての動画。どうも、おはこんばんにちは。今回はですね、第1回目の動画としてやっていきます。今カメラで撮ってるんですけど、 K チャンネルと U チャンネルで、どうも、この2人でやっていきます。2人いるの？どうぞよろしくお願いします。チャンネル登録の方よろしくお願いします。マジでこのサムネとね、このケイチョン TV がめちゃめちゃラリってるんですよね。なんでこんなラリってんの。はい、どうも、ユーチョン TV です。ケイチョン TV です。今回はですね、学校で噂のビー玉、やり方はですね、このセロハンテープをここにつけてつけます。何をくしゃくしゃしょ。これもあるんですよ、これも。これ実は何円だったの？こんな高いの。これね、高かったでしょ。これ本当に、これね、あれ。やった。あのね、ゆうちゃん TV。答えね、なんとね、300円だったんですよ。300円。これだけで300円ですよ。しかもね、月とか見てもね。
ひまわりチャンネル、絶対に敵に回しちゃいけない相手だった。ケイちゃんの日常、あ、いいですね。これから見ていきましょう。ごめんよフォマイラ、全く意味が分かりません。皆さん本当に申し訳ございませんでした。うわ、すげえ、わけわかんねえ。なんでさ。もうお前がメインやんけ。俺は結構好きっすよ、これマジ。ということで今回もとても勉強になったと思います。この今日見たことを生かして、また僕もね、また頑張っていきたいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。皆さんこんにちは、チンチョン TV のチンチンです。今日は皆さんに謝りたいことがあります。昨日の動画で作った綿棒手裏剣で遊んでたら、たまたま歩いていた近所のおじいさんの後頭部を貫通してしまって、おじいさんが入院することになりました。あへもあへもあへも、本当にすいません。まさかこんなことになると思ってなくて、手裏剣といっても所詮は綿棒だろうと思っていたら、まさか綿棒がこんなに殺傷能力があるとは思っていなかったです。本当にごめんなさい。おるち、おおお、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。ポメラニアン、ポメラニアン、ポメラニアン。